皆さんこんばんは。レッドベアチャンネルのノンカフェインです。続きからポケモンバイオレットをやっていきたいと思います。今はジムリーダーの再戦をしていて、もう一回回ってるんですけど、これから一番最後のグルーシャさん、女の子みたいな可愛い男の子の氷タイプ出してくるジムリーダーさんを倒しに行きたいと思いまーす。いや、ちょっと久しぶりに起動させたんで、何の技を覚えてるとか覚えてない。滑りに来たの？今日雪の調子良かったか？勝負に来た。やだな。この後大事な予定があるんだよ。てん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 。なるほどね。あんたが澤瀉屋さんの代わりなのか。チャンピオンランクになって夢が叶ったみたいでよかったね。てんてんてん。いや、悪かった。どうしても皮肉っぽく聞こえるな。本当にすごいことだと思ってるよ。ただ僕としては複雑でさ、実力を見に来たんだろう。さっさと終わらせよう。はい。表に出ようか。雪が降っていなければいいね。あ、この子は鋼にも弱いのかな？じゃあ、あんたにとっては幸運な天気だ。雪山が優しさを見せたのかな？年に何度かこういう風にリーグの視察があるんだ。ふさわしい実力を発揮できなければジムリーダーから降ろされるテスト。澤瀉屋さんは形式的なものって言ってるけど、スノーボーダーの夢を絶たれて残りの才能さえも刈り取られたら僕には何が残るんだ。ちょっと寒いこと言っちゃったけど、話はもう少し簡単なんだ。あんたを完膚な気までにこう護衛させればいいだけだから。ああ、ポケモンセンター、そのマフラー売ってくんないかな。コンディションはそこそこ、あんたを任すには十分かな。レベルが10以上も違う。お、戦うぞ。火炎放射でいける、多分。やったー。そのまま行くぜ。よし、もう一回火炎放射だ。よっしゃー。ハルクジラ。よし、このまま行こう。でかい。よし、火炎放射だ。お、やばい。防御が下がってしまった。もう一回火炎放射だ。よっしゃー。ニューラ。あれ、格闘覚えてたっけ？おう、ちょっと入れ替えてみよう。げえ、頼れる相棒パーモット。ニューラー。かわいいニューラちゃん。よし。ドカ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 。いいぜ。
ちょっと入れ替えてみよう。入れ替えて、デカノちゃん。寒い結果にさせないレイドのトリックで翻弄する。よっしゃ、戦う。これあれ、どんな技だっけ。ボリを下げることができる。自分も自分の、よし、これにしよう。多分最初はなんか当たらない気がする。うんうん、なんか角度変、もうちょっとこっちのがいい。あし、わあ硬い。おう、デカハンマー、ボカーン。シルタリスかわいいよね。脇、あんたの暑さ嫌いじゃないよ。おもだかさんも人が悪い、絶対勝てない相手をよこすなんて。だけど後悔はしてない、実力は出し切ったつもりだ。本気であんたにぶつかって負けて悔しいって思えた。もう少し本気でリズムリーダーやってみようって思った。僕の冷め切った情熱に再び火を灯してくれてありがとうノイ。次やるときは負けないよ。風邪ひかないように気をつけて、雪山下って。優しいね、だって半袖半ズボンだもん。ロトロトロト、誰だろう。もしもし、チャンピオンのノイですか。私おもだかです。ジムの視察はいかがでしょう。終わりました。素晴らしい働き、感謝いたします。先ほどジムリーダー全員からあなたが いらした報告を受けました。チャンピオン内にお願いして正解でした。あなたと勝負してできたこと、みんな喜んでおいででしたよ。視察の報告は直接お聞かせ願いたいので、アカデミーエントランスにいてこの後落ち合いましょうか。それではお待ちしております。よし、エントランスへ向かおう。バン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 。学校どこ。学校どこ。さあ、学校に着きました。あ、おもだかさんいた。おもだかさん、ごきげんよう。チャンピオンノイ、そういえば本に囲まれたこちらのエントランス、あなたはどう思われますか。苦手です。それは残念です。数年前私がリノベーションのデザインをさせていただいたのですが、早速ジムリーダーたちのご報告をお願いします。こちらは人の目も耳も多い、どこか秘密のお話ができる静かな場所をご存知ないですか。自分の部屋、まさか自分の部屋では。はあ、おお、ここがチャンピオンノイが生活している寮のお部屋。
いやもう2、3回ぐらいしか来たことないけど、チャンピオンとしての素質はこちらで培われたのでしょうか。いえいえ、そういえば寮には最近入らなかったのでしたね。近々ご実家もお邪魔させていただくやも。さて本題に入りましょう。ジムリーダーたちを視察したそのご報告お願いします。チャンピオンの位から見て一番戦いやすかったジムリーダーはどの方でしたか。リップ、じゃあグルーシャで。一番印象に残ってるジムリーダーはどの方ですか。じゃあグルーシャで。一番苦戦したジムリーダーはどの方ですか。じゃあなんじゃもで。一番大事な質問です。あなたが一番好きなジムリーダーはどの方ですか。じゃあなんじゃもで。なんじゃもさん、以上で質問はおしまいです。ありがとうございました。チャンピオンのいの視点大変興味深かったです。運営の参考にさせていただきますね。私の感謝お受け取りください。王者の印を手に入れた。持たせると攻撃してダメージを与えた時に相手をひるませることがある。あなたのおかげで私のスケジュールにとても余裕が感じられてきましたので、校長室でお話しした大会はぜひとも参加させていただきますよ。チャンピオンネモもきっと喜んでくれますね。それではお邪魔しました。お疲れでしょうから本日はゆっくりとお休みください。毛量半端ねえ。どうしましょう。あ、休むんかい。ちょっとレポートしとこうかな。1週間後、ネモの働きやポケモンリーグの協力によりポケモン勝負大会が開催する日になった。おお。勝手に入ってきた。あ、ノイ、ギリギリなんとか学校最強大会開催の準備が整ったよ。あ、大会の名前ね、学校最強大会にしたの分かりやすいでしょう。ペッパーがバトルスクールウォーズがいいって言い出して、クラベル先生が気に入った時はさすがに困っちゃった。ノイは心の準備バッチリ。えい。お腹の底からいい返事。チャンピオンの実力見せてね。ノイのおかげでトップもゲストも参加もしてくれる。最高。残念ながら私は運営で裏方に回るから実際戦わないんだ。ノイの強さ客観的に研究させてもらうわよ。それじゃあエントランスの受付に集合よ。遅刻厳禁だよ。あ、だそうです。何が出そう。最初欲張りすっぽい感じ。じゃあ格闘にしとこうかな。うい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 。鼻がかゆい。誰に話しかければいい。来たね、ノイ。学校最強大会に出場するにはスタッフにエントリー申請するのは。それでは大会のご説明をお願いします。学校最強大会のルールは、生徒や先生どの程度参加できる勝ち残りランダムマッチです。運営が行うくじ引きで試合のカードが決まりますので、バトルコートで向かうまで誰が対戦なのかは分かりません。勝った人は引き続き次の試合に臨めますが、一度でも負けると敗退し、以降の試合には出場できません。つまり勝負を続けて最後まで残ったただ一人こそが最強、学校最強トレーナーとなるのです。どうもありがとうございます。クラベル先生と話し合って大会のルール決めたんだ。今エントリーしてる人数的に多分4回ぐらい勝てば優勝かな。先生たちも強者揃いだから頑張って。私以外に負けちゃダメだからね。準備ができましたら声掛けください。おお。よっしゃ、やってやるぜ。学校最強大会にエントリーなさいますか。はい。チャンピオンクラスのノイさんですね。
それでは会場に移動してください。おお、頑張ろう。皆さん集まりましたかね。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、グループアカデミーより新たにチャンピオンクラスの生徒が誕生しました。ノイさんです。超老けてる。マジすごすぎ。わーわー、いいぞよ。チャンピオン、在学中の偉業達成、非常に喜ばしいことです。本大会は生徒会長ネモさんがご友人である新しいチャンピオンを祝福するための企画していただきました。本日は新チャンピオンの強さを皆さんにしていただくとともに、普段その実力を表に出していない生徒さんや強者揃いの先生方にもご注目いただければなと思います。それでは学校最強大会バトルスクールウォーズ開始です。それでは第1回戦注目のカードはチャンピオンノイ VS ペッパー。肩書きの差が笑っちゃうレベルちゃんだな。おいノイ、俺がエントリーしててびっくりしたろ。いいえ。え、分かってたの？さすが俺のダチだな。俺エリアゼロで自分の力不足を思い知ってさ、マーフィー、ティーフたちと隠れて猛特訓したんだぜ。何かあった時はまたお前と肩並べて戦いたい。だから今日はマグレでもカーチ。ピリッと味変、新生ペパー、ご賞味あれだぜ。欲張りすだな。よし、一発蹴りを入れてやるぜ。お前とは対等でいたいから欲張りに行くぜ。よっしゃ。さあ次は何を出してくる。巨人。どうしようかな。あ、このままでいいね。わっかのカチャカチャ音好き。よっしゃ。陸クラゲ。よし、どうしようかな。入れ替えます。入れ替えて何にしようかな。出してみよっかな。そのかい、リュウちゃん。うわー、黄色いんだ、手の先っぽ。へえ。あ、入んないな。これ絶対最初当たんないもん。やばい、どうなる。寝ちゃった、マジで。はい、しょうがないな。起きなさい。あ、また当たんない。また寝ちゃった。もう、何この試合。起きなしゃれ。
また当たらなくってまた眠らされてって感じ。おう、あ、またなんで、え、これはどうして当たらないんですか。あー、来た来た、やっとだー。パルシェン、どうしようかな、変えよう。おお、いけパーマットちゃん。パルシェン難しいな、なんか10万ボルトでどうでしょう。よっしゃ、すごいだね。どうしようかな、いやね、毒タイプも岩タイプもいないのよ。お願い入って、お願い、来たー、よかったー。うん、どうしようかな、フェアリーか格闘か、どうしよう、サーナイト出してみようかな。俺の本気残さず食らいやがれ。ペッパーの作ったサンドイッチ食べてみたいな。怖い、めっちゃ怖い。一番光っとこうぜ。あれ、あ、そうだよね、びっくりした。おっかない、やったー、勝ちました。ダチだぜ。1回戦はチャンピオンのい。わー、息子やるじゃん。初戦からすごい戦い、チャンピオンの力って強い、悔しいけど誇らしいぜ。俺もジムとか回ってみるかな。俺の分まで2回戦も頑張れよ。続いて2回戦、気になる組み合わせは、おジニア。元から探し中にチャンピオンになっちゃうなんて本当にすごいですね。チャンピオンクラスが2人もいるクラスの担任、ちょっとばかしプレッシャーがありますが、生徒にも負けないよう先生も頑張らないとな。さてさて、準備はいいですか。いいところまで行けたらいいな。面白メガネさん、メガネ取ったらかっこよさそう。あ、パーモットか。いやー、ちょっと変えようか。あ、どうしよう、水のタイプ。入れ替えよう。
あ、ウィンディーってじゃれつく覚えるんだ。お、耐えた。いやー痛いなー。よし、もう一回波乗り。よし、いいぞ。マルノーム、あー入れ替えましょう。サーナイトですね。あら、かわいい。すごいの出てくる。うえー、その黄色いのは、黄色いのはヒゲなのか触覚なのか。よいしょ。さあ次は何が出てくるでしょうか。バンバロー、バンバロー。あー、どうしようかな。君行ってみるかい。あ、でも、あ、地面か。あー、カイリュウの方が良かったかな。あれ、これどうなんだっけ。あー、エナジーボールにしてみよう。おお、やっぱか。あ、なんかやばい気がする。あー、なんかすごいの来そう。あー、倒れた。ラランテス、ラランテスって何？あー、変えましょう。これに変えましょう。あー、かわいい。大文字でいけるかな。よし、ヤドラン、ヤドラン、ヤドランか。どうしようかな。入れ替えましょう。パーモットちゃん、10万ボルトだ。かわいい。ほっぺスリスリする。あ、強くなった。この光の壁って厄介ですよね。あー、かわいい。ほっぺスリスリ。ね、どうしよう、どうしようかな。シャドーボールでいけるかな。わ、悪と悪はな。あー、ちょっといけるかな。なんかシャドーボールじゃ弱い気がする。
まあ強いですね。育て方にコツがあるのかな。眉毛が意外と太かった。ああかぶっちゃってるね。頭かぶっちゃってる。戦う。え、効果なし。いや、あると思う。テラスタルです。おいし、半分。わあ、来るぞ。そうだよね、向こうのが強い。急所に当たった。このタイミングでひどすぎやしないかい。あ、耐えた。やばい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 。技のパターンを変えましょう。どんな結果になるかな。あー、終わったー。ダメやー。ですよねー。どうしようかなー。この子かなー。しょうがない。入るかな。わあ、よくできました。チャンピオンノイ。えへへ、まいったまいった。ノイさん強いですね。自信に満ち溢れてて僕より先生向いてますよ。ジュニア先生、あれ、校長先生怒ってるちょっと怒られてきます。次も頑張ってくださいね。いよいよ第3回戦、残るトレーナーはあと4名、バトル教師キハダ。おし、転入生最強の学校最強大会バトルスクールウォーズ最強決める戦い。腕が鳴るな。ここは私の爪を最大限活かせれば、このような大会が開かれるきっかけとなった転入生に感謝。転入生、いや、チャンピオンノイ、教師として生徒は導いていきたい。反面、バトル教師として待てるわけにいかない。悪いが本気を出させてもらうよ。ヨガしよう、ヨガ。あー、出た、隊列。はぁ。正々堂々勝負だ。健闘を祈る。ポケモンより動きの速い先生。いやー、パーモットは無理。サンナイト出す。サンナイトだけでいけるかな。それはさすがに無理か。いやー、戦闘が怖い。あー、最高キネシス。しゃあ、ルチャブル、ルチャ、ルチャブル。あ、いいね、このままで。
わあ、すごいマッチョ。マッチョ鳥。はえー。ケンタウロス、あーどうしようかな。ちょっと海竜出してみるか。あれ絡まった絡まった、あ絡まった絡まってしまった。さあ、波乗りも効果抜群なんだ。へえ、じゃあ波乗りで。お、耐えた。やばい気がする。おお、大丈夫だった、よかった。そっか、格闘はソロヤに強いのか。さあ次は何が来る。よし、そのままだ。よし、暴風は当たるかな。当たった、当たった。トトトトトトト。ケンタロス、あれ？ケンタロス2回行くんだ。ああ、どうしよう。いいか、そのままで。よし、いけるかな。あ、当たった当たった。さっき全然当たらなかったのに今めっちゃ当たる。張り手山、張り手山、どうしようかな。サナイトにしようかな。がぜん闘志が湧いてきたぞ。よし、マンフォース。よし。よし、よし。タイプのテラスタイプ、私初めて見たかも。アッパーみたいな感じなんだ。勝ちました。研ぎ澄まされたオスを感じたぞ。研ぎ澄まされたオス。オスオス。オスオス。3回戦優勝はチャンピオン。オス。悔しい。乾杯だ。だが得るものは大きかった。オス。圧倒的成長だ。オス。意外かもしれないが、オス。大人も日々学んでいるんだよ。オス。でないと子供に勉強しろと。オス。偉そうに言えないだろう。オス。対戦ありがとう。オスオス、優勝目指して。オスオスオス。よし、1試合となりました。
最強の名を奪い合う最強のトレーナーはこちら。あ、おもだかさん来た。おもだかさん、はい、お会いできると思ってました。研鑽された力と力、それらがぶつかり合い人々の熱量を魅了する、私が想像する理想の世界に非常に近い状態です。ポケモンリーグ委員長としてもアカデミー理事長としても非常に満足しております。この場で私たちが高め合えばさらにエナジーを生み出せる。さあチャンピオンの人々をさらなる制限に導くため、トップチャンピオンの力を振り舞いましょう。お、頑張って。エクスパトラ、あーどうしようかな。あ、違う、デカヌちゃん行ってきてください。お、強くなった。困ったな。いやだやだ、どうしよう、勝てる気がしない。何、ミルコ、誰、うーん、しょうがない。あと2回で倒せるかな。お、いけるかな。じゃあ行けた、倒したぞ。あー、ちょっとこのまま行ってみようかな。いやー、なんかすごい一撃でやられそうで怖い。デカハンマー、おりゃ、うわ、やばい気がする。やばい、やだー、マジかー、どうしようかなー。誰でもいいんですけど、パーモットちゃんにしよう。よし、さあ次は誰が出るかな。ゴーゴーと、ほう、うーん、草、じゃあ普通に炎でいきましょうかの。よし、火炎放射だ。ドドゲザン、あ、このままいけるかな。わあ、すげえかっこいい武士だね。
武士が一発で焼かれてしまう。あ、何、自分の髪の毛に座ってんだ。ミルガーサ、よし変えましょう。ニャンコスター行け。さあ行くんだ。リーフストーム取ったぜ。あ、次で最後かな。入れ替えます。さあ帰りを行ってきなさい。ラストにふさわしい最高の勝負を飾りましょう。キラフロール、よし戦う。波乗りだ。光あれ。岩タイプ。波乗り。お、耐えた。何が来るかな。あ、急所だ。やった、ラッキー。マジカルシャイン。おお、効果は抜群だ。よし、もう一回波乗りだ。やった。パルディアの未来は実に明るい。なんと学校最強大会優勝者は、すなわち学校最強のポケモントレーナーはチャンピオンノイだ。おお、やったね、ノイ。ノイコールがすごい。おーそうそうそうし。皆さんお疲れ様でした。どの試合もトレーナーとポケモンの絆が光る目の離せない勝負ばかり。一人一人の個性を大切に未来を切り開く。グループアカデミーの校訓が体現された素晴らしい大会でした。校長の話は長くなりがちなので、ひとまずこの辺にしておきましょう。特別ゲストの理事長小野高さん、一言お願いします。トレーナーたちの切磋琢磨、お集まりいただいた方々の小武家綺麗、鼓舞激励か。すべてがこの学校、開いてはパルディア地方を盛り上げる最高のエッセンスだと感じました。チャンピオンの絵は最終テストよりお強かった。その立場に甘んじることなく己を磨いているのです。さらに強くなりたいという彼女たちの熱い躍動がパルディアの皆様にも伝道し、一人また一人と未来のチャンピオンが芽吹くことを私ここよりお待ちしております。桃高さん、ありがとうございました。これにて本大会は終了ですのつもりだったのですが、生徒と先生の交流にもなり、地域の活性化にもつながりそうです。よって学校最強大会はこれからも定期的に続けていきます。わーわー、校長最高。次は私も参加しようかな。やったー。次回はネモさんも出場してくださいね。はい、絶対出ます。これにて第1回
バトルスクール大会は終了です。次回もお楽しみに。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あ、コダックがゲンガーに変わってる。ノイ、優勝おめでとう。なんか途中からみんなバトルスクールウォーズって言っててゾワついちゃったよ。あ、これ優勝商品スポーツキャップかっこリーグを手に入れた。最後大騒ぎだったからクラベル先生私喋れちゃったって。学校最強の座はひとまずノイに預けとくよ。次回は私も参加するからうかうかしてらんないよ。大会に参加するときはスタッフさんにエントリーしてね。ノイがバルディアに来てくれてライバルになってくれて毎日が本当に楽しいの。やってくれてありがとう。へへへ、なんだか照れるね。これからもいっぱいいっぱい勝負しよう。ロトロト、どうもノイさんジュニアです。学校最強大会優勝おめでとうございます。教え子が学校最強だと僕も鼻が高いな。ジュニア先生、あ、クラベル先生、今から本題お話ししますから。実を言うと最近強力なテラレイドがあちこちで確認されていましてね、アカデミー生徒のポケモンが怪我をした報告が相次いでるんです。先生たちも手分けして調査してるんですが手が足りなくて、そこで学校最強なノイさんにお手伝いをしてもらえるととても助かるんですが、お任せください。わーい、やったー、ありがとうございます。調査データは自動的に図鑑アプリでキャッチアップしておりますので、ノイさんはとにかく強めのテラレイドバトルでたくさん戦ってください。学校最強でも無理は気持ちですよ。大切な説が怪我でもしたら悲しいですので。それでは頼みましたよ。やっとここまで来たということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。目回る。